手をついて。出身地所属部屋力士名をご紹介いたします。埼玉県出身追手風部屋高西これから良ければ肩でも抱いてあげてしまう立ち合いは思いっきり当たることととりあえずどんな相手にもやっぱ突っ張らないとやっぱ勝てないんでつくことですか、はい、体がやっぱり大きくなっていこう相撲さんの本当に背中とかですね、はい、そういう体つきになってきたっていうことが一つとやっぱその巡業でもどこでもやっぱり本場所でも、まあ、敵と一緒とやってるわけじゃないですか。それでその相撲に慣れてきてこうアマチュアの相撲からこうプロの相撲になってきたっていうところだと思います。そうっす、まあ、でもご飯でも連れて行ければいいと思います。ということでこのウクレレを練習しています。ウクレレを弾けるようになりましたら全国の老人ホームなどを回ることができたらいいなと思っております。好きな花はひまわりです。今場所新関脇の追手風部屋の大栄翔です。今場所も自分の押し相撲を貫いて頑張ります。応援よろしくお願いします。最後は大関正代熊本県出身徳津風部屋。この中2桁が勝ってますけども、うん、いかがでしたか、この中。いや、もう、この中、はい、もう頑張ってますけど、はい、まあ、とりあえずこっち行きましょう。そうですね、そうですね。すみません。今、失敗したと思って、とりあえず、いかがでしたか、この相撲ご覧になって。いや、こう、なんか、こう、ちっちゃく当たって、しっかりこう相手に伝える相撲。はい。なんか、それが、玉鷲結構強いんですよ。それを押し勝つっていう、この、矢のような、はい、突き刺さりから手が伸びる。まあ、優勝ですね。でも意識しないとダメだと今後もね。なくそうと思う方が、もうなんかそれがもう、なんか誘惑っていうかさ、そっちの方がきついじゃん。
飛ばそうとする方が雑念っていう考えですね。それで受け入れるってことが大事かもしれないね。なるほど。さあ、時間いっぱいになりました。勝てば優勝ですね、大栄翔、初優勝。突き押しのさばきが、おおおおお、いやいいね、すごいわ、いい勝負ですね。初場所ですね、初優勝の力士がこれで6年連続ですね。すごいですね、はい、先ほど横綱荒井さんの方おっしゃってましたけども、本当に荒れる初場所といっても過言ではないですね。でもなんかあれ、今日の相撲もそうだし、はい、大将の相撲を見るとなんか荒れてない感じがするからね。あ、安定した優勝のような気がするから、なんか内容とか、あの初優勝見ると荒れてるような気がするけど、中身見てみると、もう完璧な15日間だったんじゃない？支配敗退。支配並びに表彰状が八角理事長から授与されました。おめでとうございます。ありがとうございます。そうですね、もう本当に本当に嬉しいです。もう自分の相撲取り切って、もう親方からもやっぱ自分の相撲信じていけって言ってくださったんで、もう迷いなく最後も行きましたけど、やっぱり、まあ、出るからには毎回あの、まあ、優勝というかもう全部勝つような気持ちで行ってたんですけど、まあ、やっぱいざ優勝、自分が優勝ってなるとやっぱりこう本当に夢のようです。そうですね、あの支度部屋帰ってすぐ親方に挨拶したら、お前絶対泣くなよって言われたんで、はい、泣きませんでした。そうですね、あの本当に世の中がこう大変な状況で、まあ本当になんですかね、どの業界も相撲業界ももちろんですけど、あのどの業界も苦労している中でこう場所が開催されたことをまず感謝して、そうですね、やっぱり協会の方とか、あのやっぱお客さんもいっぱい入ってくれて、あのそういう応援が力になりましたんで、本当に感謝しかないですね。そうですね、やっぱり本当悔しい気持ちで、やっぱり負けたくないって気持ちもありましたし、まあ、でもやっぱりもっと稽古をするしかないなって思ってたんで、まあ、しっかり稽古場から考えてやってこれた結果が出てよかったです。自分はやっぱ技能とはちょっとかけ離れた相撲で、自分ではそう思ってたんで、あのそういう面ではあのすごい評価していただいたのは本当に自信になりますし、あのすごいありがたいです。そうですね、やっぱりあの関取衆が多いんで、あの稽古内容もいいですし、いろんなタイプがいますんで、あの稽古は本当にいい稽古できたんで、そういう面ではやっぱり環境にも恵まれてて、あの感謝しかないですね。あの本当剣翔関も優勝、十両優勝して、あの2人で、まあ、本当に場所中もずっと連勝一緒にしてたんで、前半の方はもう頑張ろうって言って、まあ、お互い2人ともそう優勝だったことは、まあ親方に、まあ、少しはその恩返しじゃないですけどできたのかなって思います。本当ここまで、まあ、やっぱり家族のおかげだと思うんで、まあ、そこ本当に感謝しています。優勝本当に親孝行少しできたんじゃないかなと思います。大関を目指してほしいという思いも皆さんあると思いますけど、本当に期待に応えれるように、あのさらに稽古を重ねていきたいと思います。頑張りたいです。